終わったようだ。ざけんな。はい、皆さんこんにちは、ピカです。タイタンフォール2やっていくよ。はい、やること、ミリシア艦隊との通信を復旧する。よし、行こう。ストーカーです。制御室を攻撃するようプログラムされています。乗せてくれ。箱に武器があるぞ。タイタン、注意、霧の中に有毒物質を検知しました。パイロット操縦を開始。この霧はスキャン中。霧はビーコンの電力グリッドの副産物です。フッカタングステンが濃度 1ppm を超える場合、パイロットはタイタン内に留まることを推奨します、ビーコン制御室にミリシア部隊を検知、救援信号を送っている模様。通信をつなぎます。おい、そこのパイロット、聞こえるか？許可してもらえると助かる。こちらミリシア第三敵団兵隊のコール隊長、ストーカーの大群に襲われている。支援してくれ。ストーカーたちを排除し、ミリシアのライフルマンと直接話すことを推奨します。行ってもいいの？あ、ここは長くは持てない。支援を頼む。どうぞ。これは何だ？興味深い戦術です。私の重量は40トン。ストーカーを効率よく潰せます。言ってる意味が分かりません。あ、なんだ、レーザー、今の、ちょっと待って、今のこれなんだろう。敵の射撃から受けるダメージを軽減するフェーズダッシュ、素早く一方向へフェーズシフトを行う。ソードコア、フロードソードが帯電し、攻撃ソードブロックが強化される。アークウェーブ、敵にダメージを与え動きを鈍らせるか。まあ今は一番最初のこれにしとくか。これ弾さ、脅威を排除。素晴らしいです。戦闘効率評価が上昇しました。 BT7274 よりミリシア隊で脅威を排除しました。助かったよ。ストーカーが次から次へと襲ってきて長くは持たなかっただろう。核兵器を開こう。どうぞ中へ。ありがとうございます。どういうことですか？あ、あれは敵か味方だ。パイロット、降下を推奨します。わかった。隊長、ビーコンの状況は？電力が途絶え、ビーコンは制御不能だ。システムを再開するにはこういうものが必要なんだが、あいつ壊れ。名称アークツール、機能最大5メガジュールのエネルギーを発生。ああ、それは知ってる。復旧可能ですか？残念だが無理だ。センサーによるとサブステーションにもう一個あるようだが、そこへ降りるのはほぼ不可能だ。人間が入れるような作りじゃない。了解。クーパーパイロット、サブステーションを探索する際は注意を。アークツールを回収しなければなりません。サブステーションに入ってアークツールを見つける。あっちか。
デメテルを潰したのは大きな勝利だったはずなのに実感が湧かない。なんか今もらえる武器があった。これなんだ。どんな小さな勝利マスティフ。お前相当な楽天家だな。ショットガンっぽいな。おうおう。あいつどんな戦術で切り抜けてきたんだ。ストーカーが次から次へと。あのパイロット。ゴーンパイロット。マービンデルタセブンスリーツールセクターブラボーセブンへ報告を。俺たちは最善を尽くしてる。パイロット、ストーカーはまだ来る。俺たちで食い止める。ストーカーに離れる。注意しろよ、ストーカーは壁からも来る。気を抜くな。この施設、地下はどこまで来る。うちの隊でサインまで生き残ったパイロット。進捗状況を確認するためヘルメットのディスプレイに接続しました。いつでもこの回線で話せます。BT、この壁は何だ。スキャン中、剥き出しの回路があります。触れないようにしてください。注意して進んでください。了解。これは、これ横から横のジャンプがさ、俺よくわかんねえんだよ本当に。あ、登れた。知らねえし。あれなんだ。スティックどっち倒せばいいのかようわからん。行くべき場所は。アークツールを見つける。あ、場所出ないぞ。これかな。アークツールを見つける。スキャン中で、こっちか、こっちのことか。え、俺場所違ってんのかな。っていうかこっち行くのか。こっち行くっぽいな。どんどん下がっていくんだよな。で、あっちか。あいつは無限だろ。すいません、作業しないでください。危険手当もらってるんですけど。これ何なんだ。こいつらやる必要ねえのか。すまん。あ、お前はいいんだな。何今の。あばよ。弾は140か。
L1 も活用していけ。どうして下がっていくんだろうか。下がらないようにするにはどうすればいいんだろう。それがわからないから下がっていっちゃうんだよ。FPS のゲームでよ、こういうのやめた方がいいよね、マジで。マリオゲーム苦手なやつなんか一生 FPS に戻れねえよ、これ。二度とやんねえよ、これ。迷路のようだ。下はどこまで続くんだ。スキャンによると最深地点は地下300メートルです。ここは何だ。コンピューターによると IMC の青函ビーコンの電力グリッドということになっています。行ければいいよ、行ければいいよ、どうでもいいから、どうでもいいよ。マービンデルタ通話もらった。ライフサービスグレード5号どういうこと。隊長さん、どっちかな。異常を検知、潜伏者。お前大丈夫か。不正な人員を検知、不正な人員を検知。バイパス成功。ファンの排気を停止。心配はいりません。ジャンプキットで落下に耐えられます。うん、ここ行けばいいの。ジャンプキットで落下に耐えられます。これはいいよ。ダークツールを検知、距離30メートル。タービンパワーサイクル16487回。なんかジェットエンジンみたいな。どう行くのあれ。普通に下行けばいいのかな。長押しして、あ、貸してください。お見事です。あ、詰まないでください。制御室に戻ってください。システムを再起動できます。次どうするか。パイロット、中央タービンにオーバーライドスイッチがあるようです。あれ打つの。そのスイッチにアークツールを使ってみてください。タービンの表面を走れるようになるはずです。分かった。これ武器なのか。ピーコン制御室へ戻る。まさかまたわけわからん道行かんでもいいよな。これか。これか。ちょっと待て、どこだ。あ、ここか。あ、ここか。あ、ここ、あの上か。
おい、ワンモアチャンスを返します。おい、引っかかってるわ。ダークサイドの力を信じるのだ。ああ、バガムーン、だからダークサイドの力って言ってるやろな。どうなったの？どこ撃てばいいんだ？あ、じゃあのかよ。これか。こっちか。ごめん。あなたを待っています。殴っちゃった。あんたほどのパイロットはそういない。だろう。パイロットがアークツールと共に戻ってきた。
このイマイマシンたちを脱出できそうだ。お見事です。これでビーコンを起動させる電源を再起動できます。ケーブルを接続しました。容器に戻ってきた。ちょうどシステムを配線し直したところだ。あとはパイロット、電力室の経電気が停止しています。アークツールで再開できるはずです。クーパー、こっちか。苦労した甲斐があるといいな。上げてきて。周囲、前方に高濃度の放射線を検知。部屋に入ればスーツの保護は短時間しか持ちません。素早く動いてください。そこに長居すると焼け焦げになっちまうぜ。アークツールを用意しとけ。ハッチが開いたら一瞬も無駄にできない。よし、ハッチを開く。3、分かった。2、1、今だ。行くぞ。これは何をすればいいんだ。何すればいいんだ。チャージ中。エネルギー 100%。 直ちに部屋を出てください。部屋どこ。よくやったクーパー、電力が戻った。よくやることも分かったな。核兵器を開け、ビーコンを普及させよう。核兵器を開きます。診断完了。エネルギー 100%。 アンテナのターゲティングのリセットだ。アップリンクターゲティングモジュールのリセットを開始。60 70 80%、 90%。 警告、障害を検出。アップリンクターゲティングモジュールが機能していません。くそ、今頃 IMC はこっちへ。その可能性は高いです。マゴド、モジュールをバイパスできるか。いいえ、 IMC 艦隊全体にメッセージが届いてしまいます。誰かがモジュールを修理しなくては。パイロット、あなたのスキルが役立つかもしれません。もう一度危険を冒してくれるか。頼む、ビーコンを現地で修理してすぐに戻ってきてほしい。どこへだ。あっちか。行くぞ。パイロットモード起動。あん中か。ピョピョ、あそこで優秀な兵士が大勢命を落とした。死亡したパイロットを検知。フラクチャー作戦で活躍した優秀な戦士だと記録されています。フラクチャーとは。フラクチャーは惑星ビクターでミリシアが行った補給作戦のコードネームです。大きな損害を被ったものの艦隊は存続しました。くそ、なんだ、降りていかないといけねえのかな。こいつジャンプできるのか。え、これか。アークツールが。アークツール。俺。アークツールだ。すまん、アークツールを取ってくる。パイロットモード起動。これイベントアイテムにしとけやん。ああ、あげろ。あかん。アクツル、俺どこでほっぱったっけ。ここは。おい、やばいぞ。アクツルどっか行ったぞ、俺。どこでほっぱった、俺。
これか。操縦点を移行。で、どうすんだ。正常なアップリンクターゲティングモジュールを検知。北東428メートル。私の分析では、選択肢はただ一つ、あなたを向こう側へ投げることです。あ、そう、狂ってるぜ、狂ってるぜ。風速しっかり投げろ。方角274、距離372メートル、重量89キロ。角度もちゃんと。ああ。で、コースト。スイフト、こちらブリスク。いや、気がすぎた。あの鬱陶しいパイロットがビーコンを使うつもりだ。終わらせてくれ。頼んだぞ。以上。全警備部隊、こちらリヒター。ビーコンへ向かえ。あのクライネマンを探せ。Lass mich nicht hängen。了解。ズールワンキロワン突入せよ。アルファ2、地上に兵を展開。こんなんでいいのか。ん？どこだ？どこ行けばいいの？あっちだよね。こっちからか。IMC のドロップシップが向かっています。防弾か。え、あ、びっくりした。味方とダブってたぞ。どこ？開けていけばいいのか。あ、これ待て、あっちに敵いたよな。標的が消えた。あ、そうだ。敵を見
見つけろ。何も見えない。どこだ。いる。消えた。これは、ああ味方か。味方や。よっしゃ、お前は今日から味方や。あ、敵じゃないのか。違うの？上か？どこに敵いっかわからん。標的が消えた。あのスナイパーライフルもらおう。おい、くれ。
スナイパーライフルくれよ。あかんのか。わかった。どこにいる？上に強いパイロットがいる。ゼロか。ちょっと待って、これもゼロやんか。へへへ、スナイパーライフルくれっつーの。わ、アホか。できるか、ボケ。弾ゼロやろ、お前。なんでスナイパーライフルくれねえんだ。ごめんね、本当にね。武器どこにあんの？まず武器探しましょう。武器もくれねえもんな。どうできるんだよ。標的は30メートル先。あ、これはいいな。ビリッといってバスッとパンチ。おいぞ。スルーマンシックス、追い寄られた。アルファワン号、タイの一部を支援に向かわせる。3分です。なりましたか。貴様、お呼びになったかどうかっちゅうこっちゃ。いやー、どこから撃ってんのかわからんから苦戦しちまったよ。だからこう敵の位置わかんねえからね、ステルスの使いようがねえんだよな。どこだ？なんだこれ。まあいいでしょう。で、場所はどこだ？あ、ここか。あっちの方向行けばいいんだね。標的は25メートル先。行って。本当武器落とさないね。窓だけある3発しかねえ。ここにしとけ。なんだろうこれ。これはゼロだし。こっからどうやって行くんだろう。ここ上登ってきた意味がねえよな。
ないね。登ってきた意味ないね。うん。上登れっか思ったらな、全然登れねえしな。どうやってあこ行けんだ。おそらくあれ、あここあの順番に渡っていくんだろうが、そっちの方向に行けねえんだよ。あこどうやって行くんだろう。降りれるの。ということは、あ、こうくれんね。うん。どんな生き方だ。
だっせ。どうもまっすぐいけねえんだよな。ほんとなんか違うゲームを通してますますマリオゲーム大っ嫌いになってくるよこれ。あ、こういう感じかな。もしいけた。まあマリオゲーム大っ嫌いだからもう二度と一緒やんねや。できねえから。で、あ、ここは なんすんだよこれ。全然あかんやんか。このデータ分析ランナー見ても意味ねえんだよなマジで。まっすぐ進まねえもん。なぜ上上がっていく、下下がるの制御するのよ、やっとなのによ疲れるゲームだマジで。どうやって上上がるの。どうやって上上がるの。全然わかんない。わかんない。ごめんね本当にね、ごめんね。全くわかんないゲーム、このゲームどうしても下がっちゃう。スティック左に倒してるんやけどね。右に行ったらもちろん右に、左にというか壁側に倒してるんやけどね。逆に倒したらもちろん落ちちゃうしね。でこんな壁ぴょん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 飛ぶしかもう生きていく道がないんだよな。もう見ねえよ。わかるんだよ軌道ぐらいはよ。アホかよ。あ、なんとかあこまで行ったが、ごめんね本当にね。文句しか言えんよこういうマリオゲームは。あ？どうせよ。キロワン4、聞こえるか？キロワン4、応答せよ。応答は無理です。全ユニット、キロワン4が応答しない。第4ビーコンで光線に備えろ。了解。第4ビーコンのクレーンで迎撃待機。どうして次のとこ行かないんだろう。まあこれもうあの偶然でもいいからもうの落ちるしかねえ。まあ成功例だけアップしましょう。うん、行かない。
ばいぞ。30分こんなことしてんだよ俺。全くわからんもん、スティックどういう風に動かすか。もうこれ憎悪になってきてる、二度とやんねえこんなの。まあ、このマリオ系統ほんとダメ、あかん。お前どうしてそんな伸びるの？お前と一緒にジャンプしてるやろがこの野郎。ふざけんなよこのクソゲー。ふざけんなマジでよ。何分こんなことしてんだよ俺。ほらよ。そういうことか。オッケー、行けた。応戦の必要ありません。それはこっちのセリフじゃボケ。上か。どうだ、ダメだ、見えない、ヘッドロと、嘘でしょ。
を見つけろ。武器はねえのか。ざけんな。武器。これじゃねえ、これだよ。よし。これは違う。ボルト？100発か。こっちのいいじゃん。いいな。よし。アコだよね。カップリングターゲティングモジュールを検知。カードで確認を。ズルーは6。第4ビーコンのクレーンチームは全滅。あっ、敵か？パイロットが送信しようとしている可能性がある。ズール16よりリヒターへ。パイロットの目的は不明。我々をタイタンから離すつもりかも。ない、パイロットじゃない。タイタンには別の作戦がある。あれ、お前味方だな。ああ、ここ撃ったからか。で、どう行く？あ、この登るんだね。どう登るの？これワイヤーでもあんのか。移動装置みたいなのあんの？上から飛ぶのか。これは？操作盤に着きましたね。アンテナに手が届くよう一番右へ動かしてください。一番右？ああ、以上。リヒターへ応援を要請。敵パイロットはまだ第4ビーコン付近。以上。応援だと。ジュピター、アイオシシバーカ。応援を送る。
中射撃。デッサー T3、分隊がやられた。援護しろ。よし。敵は20メートル先だ。後ろか。どこだ？まあよい、行こう。やがった。で、あっち行けばいいのか。モジュールはアンテナのプロジェクターにあります。これで帰還すればいいんだね。どっからだっけ。あっちから直接帰還できるの。あご登ってな。そういうことか。はい、それではね、今回はごめんね、ほんとね、マリオゲーム大っ嫌いだから。それではまた次回この続きやっていきましょう。またね。